すぐ近く、急げ、行け、マジでやばい。いた？オッケーオッケー。どうだ？どう見られた？ちょっと待って。よし、画面の録画とカメラの調整だ。つけた、つけた。カメラ大丈夫だね。ちょっとダメだ、明るさが。六本木、ニアバイが、ニアバイでですね、今、ゲームズのポケモン GO 攻略チームに出てるよみたいな感じで言われてガンダッシュしてきました。どう見たら、お前ちょっと左にずっと寄るのやめて、左に寄るのやめて、サムネのために真ん中来て、どう見たらサムネのために真ん中来て、頼むから来て、お願いだから来て、サムネで撮りたいよ。お前ずっとなんで左で AR 一周倒す。じゃあやってやろうか。 OK、 はい、あ、 OK 来た。はい、どうみな、はい、やっとです。これだと結構裏系野生はね。よし、行くぞ。あ、じゃあだからなんでお前そっち行く、なんでお前そっち行く、頼むぞ、行くぞ。俺この位置は、あ、当たらない。お、真ん中来た、今だ。よし、くれた、よし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 、はい、1回ね、はい、2回目、はい、3、よーし、よーし、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、疲れた、マジ走った。はい、トップ、 OK。 ということで、野生のをやっと見つけたぜ。どう見た、ゲットだぜ。あー、ちょっともう急いできて、いつ切れるか分かんなかったから、カメラのねマイクがいつもとこれちょっと違うんですよ。内蔵のやつだから、もしかしたら音質がこれ悪いかもしれないです。すいません、いつもとちょっと音と、あともうマジでバタバタ来たんで、画面の調整も変な感じになってると思う。やっと俺のピンだったわ。画面の調整ちょっと変な感じになってると思いますけど、いつもの3倍くらい金もね。はい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 、スタジオに戻りますって言った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 、で、会社戻ってきた、会社のスタジオ開くの待っていた、いろんな奴らをタップしていた、そんな中ね、何が起きたかというとですね、今、さっきのドーミラー、ドーミラーと同じくらい今びっくりしてます。何かというと、はい、こちらです、サイト。はい、色違いピカチュウも出た。なんだこの30分、なんだ、なんなんだこれ、密度がすごい、この30分の起きていることの密度がすごい。やっと出ましたね。はい、これで、私山田ゲットできれば、ちゃんとゲットできれば、今回のクリスマスホリデーの色違い、野生脇の方の色違い2周コンプでございます。あー、やっとじゃ、やっとじゃ、行くぞ、頼むぞ、ピカ様。どこでしょう、はい、グレートです、イス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 、エクセレントじゃなくていいです、金釣りグレートで入ってください。はい、1回目、はい、はい、2回目、はい、さあ、よっしゃ、オッケー、やっはぜー、やりもーしたー、疲れたー、すんげー疲れたー、もうやだ、もうやだよ、もうクリスマスイベントだよ、クリスマスじゃない、ホリデーだけど、もホリデー大変だよこれ、色だ、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。あー、もうさっきのドーミラーもあって、もうだから今ダブルだわ、ダブルで疲れたわ。あー、お疲れ様でした、皆様。ということでですね、ちょっとやりたいことがございます。何かというとですね、私、あれなんですよ。今、不思議な飴が、いろんなポケモンに振り分けてはいるんですが、振り分けてはいるんですが、それでもちょっとね、圧迫してきちゃってるんですよね。っていうのも、今さ、ホリデーの、やっぱハイパーボックスバン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 買ってって、ちょっと追いついてないんですよ。レイドパスとかが少し溜まりすぎちゃってて、やっぱ1日にね、消費できる数よりも購入数の方が若干今上回って、ちょっとずついっぱいになってるんですよ。あとは不思議な飴も、まあ、いろいろ振り分けたけれども、200ぐらいまた溜まっちゃって、どうしようかなと思って。よし、そうだと思って。
俺山田は YouTuber だと。YouTuber だったらその不思議な飴は取れ高のために使うべきじゃないかなと、いうことで、たった今捕まえましたドーミラー、そして、ちょっと前に捕まえたスコルピ、そして、グレックル。このグレックルとスコルピ、実はですね、高個体質で入手してるんですね。なので、この2匹を進化させて、図鑑埋め&ドーミラーも同卓に進化させてやろうと思います。図鑑3つ進めましょう。ということで、その準備いたします。まずは、じゃあ、ドーミラーから行きましょう。アメオン、50個に、する。あ、待って。あれ、シャース卵ちゃんと砕くよ。シャース卵、砕くだよ。ちゃんと砕くだよ。砕いてるだよ。に、あ、砕いてただよ。さっきレイドやったら砕いた。じゃあ関係ねえ。いくぞ。はい。じゃあ、まず、ドーミラー。あ、進化。よっしゃー。いいぞー。この流れはいいぞー。こうなってくると、あとは野生の傾向がしんどい感じになってるよね。あとはまあ卵だよね。はい、進化いたしました。図鑑登録ささだ、よし来た、図鑑登録完了です。ということで、ドーミラー進化させまして、ドータくんゲットです。はい、ドータくんはオスメスないので、なんかオスメスコンプみたいな、そういうのもないですね。よいしょーい、ドータくんくる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 。じゃあスコルピー、スコルピと。はい、スコルピです。ございます。すげえどうでもいいんだけど、僕ツイートもしたんだよね。なんか知らないんだけど、僕の iPhone がね、スコルピって入れるとですね、はい、なぜかタツノシンが出てくるんですよね。予測変換でスコルピでなんでタツノシンが出てくるんですね。で、ちなみにこの右側は楽しいなんですよね。全然意味がわかんない。俺の iPhone のこの予測変換がちょっとバカになってるって状態ですね。こっちがね、高個体値なんですよ、実は。5628、攻撃マックスですね。はい。ということで、こいつは今18個あるんで、はい、OK。よし、それでは、スコルピオン、進化、進んでいくぞ、図鑑が進むぞ、いいぞ、なんだこのテンションは。久しぶりになんかゲットするために短距離走みたいな感じのやつやったんで、なんか体と心がなんか今、変な感じになってますね。はい。オッケー、進化いたしました、図鑑が埋まりました。スコルピン進化いたしまして、ドラピオンゲットです。あー、それだ。ドラピオン、あ、1376、結構高いですね。毒悪、はい。グレックルも行くよ。グレちゃん、グレックルはこっちが、多分高いんでね。はいはい、攻撃防御マックス。はい、ちなみにこの子卵さんではないですね。 CP 高いので分かると思うんですけども、野生でなんかね、気づいたら入ってました。モンボプラスが頑張ってくれてましたね。はい、よいしょー、はい、オッケー。はい、グレクルも進化でございます。埋まっていくー、図鑑が埋まっていくー、いいぞいいぞ。なんだこの年末の俺のこのテンションは、なんだ浮き沈みがすごいな。25日の俺のテンションすごかったじゃん。すごい低かったじゃん。今すげえ高えじゃん。まあ、出てるポケモンがね、あるとやっぱ嬉しいよね。はい、オッケー、進化いたしました。ドクロック、ゲストさん。はい。よかった。はい。ということで、だいぶ埋まりましたね。はい。新王図鑑。今こんな感じでございます。今45個埋まってますね。新王の石自体はまだ、まあ、数は足りてないんですけども、持ってます。ただ、例えばこの辺にいるロズレイドとかね。はい、ドンカラスとか。この辺に関しては、まあ、何から作ろうかなって正直悩んじゃってるんですよね。まあ、でも、ブーバーンがいいのかな。まあ、高個体値で、やっぱり実戦投入するんだったらこいつかなみたいな奴らを、優先的にやりたいなとか、あとはブーバーンとかエレキブルとか、あの辺って色違い狙えるじゃないですか。なので、そういった奴らも、なんか何がいいかなと、ちょっと悩んでいるところで実はございます。そしてですね、意外や意外、メルメタル、まだ埋まっております。まあ、てか僕メルタンの高個体値ね、さすがにちゃんと欲しいなと思ってるんで、はい、今メルメタル、進化待ちでございます。はい、はい、そしてこの動画を撮っているのが、12月の、今日が27かな、27ですね。なんですが、実はですね、ちょっと、皆様にこれは多分知っといてもらった方がいいなという情報がポケモン GO に関してございます。何かというとですね、2日後に開催予定、まあ、配布されてる方は、まあ、調整しようっていう風に意気込んでいるであろう、EX レードですね。12月29日に、今年最後の EX レードがございます。そしてこちら公式さんからの発表ですね。ポケモン GO の方のアナウンスではなくて、ナイアンティックさんかなのサポートの方の、Twitter アカウントですね。の方では、29日がアタックフォルムですよというようなツイートがございました。で、これがですね、
なんと何件かキャンセルの、お知らせが来てるよと、まあ、全部じゃないです。お知らせが、まあ、そのゲーム内とかでは何も来てないんですけども、キャンセルの報告が上がってきておりました。でですね、これ皆様ちゃんと確認してください。29日現地に行ってくれみたいな風になってしまうとね、元も子もございませんので、 EX レイドが、まあ、当選していたものがキャンセルになった場合は、まあ、ゲームの方をね立ち上げれば分かります。右側の方にねこうバツ印がついてたりだとか、一旦確認してみてください。もしかしたらキャンセルになっちゃってるかもしれません。はい、ということですね。まあ、あ、そうだ、今日から経験値2倍ですね。ポケモン捕獲時の経験値2倍イベントが、始まりました。まあ、ホリデーの、まあ、第3弾って感じですね。ボーナス第3弾っていう感じで、始まっておりますので、まだランクが40に達していない方、もしくは40だけども経験値まだまだ頑張ってるよっていう方々、皆様頑張っていきましょう。はい。ということで、今回はじゃあこの辺で終わりにしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。すげえどうでもいいんですけど、この、これと、この服と、このメガネなんですけど、新しいものでして、っていうのね、別にあれなんですよ。これ、いただき物なんですよ。クリスマスの時期に、ちょっと視聴者さんからこれいただきまして、ですね、で、ちょっと面白かったのが、そう、本当雑談ですよ。本当に雑談なんですけど、この洋服ね、これ、送っていただいた方が、山田さんって服あんま持ってないんですか?みたいな。お手紙いただいてたんですよ。あ、バレてると思って。動画で結構僕、大体同じ服着てると思うんですけど、大体同じ服たちをマジ着回してるだけなんですよ。買わなすぎて洋服をね。はい。忘れるんです。買うのよく。どのシーズンもなんとなくあるやつを着て、新しい服買わなきゃって言って、服屋さんにあんま行かないんですよね。うん。で、メガネに関してもずっと同じやつ使ってますよねっていうので、言われて、あ、はい、そうです、みたいな。はい。これも、これいただいて、すごいです、これすごいですよ。もう、レンズ初めからないやつ。はい。僕はね、レンズなしの縦メガネ男なんでね。はい。ということで、なんか最近身の回り、身につけているものがずっと同じということを、バレましてね。視聴者さんにバレて、だんだんなんかなぜか機会がある時にいただくっていうね。こんなことが起き始めてて、なんか、あ、俺よりみんな俺のこと知ってるっていうね。うん、まあ、ただそれだけの話でございます。はい。ということでね、いただいた、送って、クリスマスにね、なんか山田チャンネルに、みたいな感じでいろいろお手紙とか、プレゼントとかいただきまして、皆さん本当にありがとうございます。この場を借りて、まあ、もらいましたじゃなくて、ありがとうございますと、そういったのを言いたかったです。はい、本当にありがとうございます。はい、ということで、じゃあ終わりにしましょう。バイバイ。